はい、えー、皆さん、おはようございます。日本ライフオーガナイザー協会代表理事の高原真由美です。えー、本日は本協会のオンラインカンファレンスにご参加いただきまして、誠にありがとうございます、えー。このオンラインカンファレンスでは、私がカンファレンスナビゲーターとして司会,司会進行を務めさせていただきますどうぞよろししくお願いいたします。 えでは早速ですが、えー、同時通訳のシステムの説明をしたいと思います。では、えー、と画面共有させていただきますね。はいえー、この、えー、とオンラインカンファレンスでも、去年までの会場開催の、まあ、JAL カンファレンスと同様に、今回も日 A の同時通訳を、えー、採用させていただいています。 えーと Zoom、のですね皆さんご覧いただいているこの画面の下に、えー、とメニューバーがあると思うんですがそこに、えー、と通訳ボタンがあります、えー。そこで聞きたい言語をお選びいただいて、えーまあ、ご視聴いただきたいと思います。えー、とこの PC とですねスマホでは通訳ボタンの表示がちょっと異なりますので、えー、ちょっとご注意ください、えー。スマホだとね、こんな感じでしょうか。はい すで、えー、にですね、この私の,この関西弁のトークも英語で、えー、翻訳されて配信されています。このベタなね、私の関西弁トークが通訳なか,なかと聞いてるんですけれども、通訳チームの方、最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、最初のプログラムはオープニングトークということで、今回のカンファレンステーマである、この未来につなぐ進化のとき。 ライフオガナイザーが作る持続可能な社会とはについて少しお話したいと思います。今回で12回目となる JALO カンファレンスですが、今回初めてオンライン形式で実施しています。でも、もともとはそう、えー、広島で開催する予定でした。この真ん中の画像のですね原爆ドームがある平和記念公園の中のですね、 広島国際会議場とすぐ近くのアナクラウンプラザホテル広島がその会場となる予定でした。でね、これ、あの昨日の写真で広島の秋山陽子さんというライフオガナイザーが撮ってくれた写真ですが会場近くでは、えー、毎年、ね、この広島ドリミネーションというイルミネーションイベントが毎年開催されていて一緒に、ね、これ、えー、見に行く予定だったんですよね。 この、えー、メンバーたち他西中国チャプターのメンバーたちと広島で再会することを楽しみにしていましたちなみにこれ先ほどもね、えー、ご紹介ありましたけれども2019年の去年は東京開催で、えー、まあ、この時の集合写真ですねえっ、ー、と今年の日本の流行語大賞で三密って選ばれたと思うんですが、えー、三密どころの騒ぎじゃない写真ですよね えー、確かね、こんなこともやってました。懇、ま、親、あ、パーティーの様子ですが、毎年、えー、前年度のカンファレンスを振り返りながら、えー、今回、今年の、えー、とカンファレンス、準備を進めていくんですが、本当に今回は、去年の、ね、この画像を見ていると、普段はあんまり感傷的にならない私でも、涙が、ね、結構うるっとなりましたあ。この写真ではないんですけど、えー、例えば、えーと あごめんなさい間違ったな。この写真ですよね。あ、写真が出てこないな。おかしいぞ。これです。出てきました。ちょっと、ね、涙がうるうるっとなったので操作を見失ってしまいましたけれども、この写真は去年の、えー、っとカンファレンスの懇親パーティーの後の二次会が終わった時の、えー、写真です。去年の 関東チャプターがすごくね、あのカンファレンス盛り上げ盛り上げてくれたんですけれども、えっ、ー、と二次会もねすごい楽しい企画をしてくれて、えー、それはこのちゃん関東チャプターのスタッフと、まあ、それとあの二次会のね片付けまで最後までお付き合いいただいたみんなとまあ、撮った写真です。本当に楽しくって、えー、来年広島で会おうねって言ってまあ、酔っ払いながら。 あのこのハートマークとかを作って、えー、つながっている写真です、えー、本当にねこの時は今年がまさかこんな年になるとは思っていなかったですよねでもこんな言葉耳にしたことはありませんかブーカという言葉です もともとは1990年代後半にアメリカの軍事用語としてまあ発生したものだそうですが、ここ数年はです、ね、結構ビジネスシーンでよく使われていて、ウェブ媒体とか新聞とかでもよく目にする言葉です。一言で言うと、先行きが不透明で将来の予測が本当に困難な状態ということをまあ意味するそうです。でも今年のこのコロナ禍以前から、 結構ここうういいうとが言われていて、今はこの現代はブーカの時代であり本当に変化が激しくって想定外の出来事が次々と起こるでそれだけではなくって本当に複雑で曖昧な時代というふうにされているわけです。 ちょっと難しい話しちゃいましたけれども、えー、とさて、ここでですね、皆さんにちょっとあの質問というかこうアンケートを取りたいと思います。えー、とちょっとね、今回、海外の参加者も多いんで、えーと、これは日本のサービスなので、知らないなっていうものもあるかもしれないんですが、えー、Amazon、UberEats、PayPay、Classroom、TikTok、この5つの,このサービスを まあ使ったことがあるかっていうふうなことを皆さんに聞いてみたいと思います。えー、と今からですね、この Zoom の投票機能というのを立ち上げます。 えー、皆さんにこのサービスを使ったことがあるかというアンケートの,この画面がですね、あの表示されますので、どうぞご協力いただきたいと思います。えっ、ー、とスマホの方はですね、いきなり画面があのアンケートの画面に変わってしまいますが、えっ、ー、と慌てないで落ち着いてクリックしていただきたいと思います。では今からですね、投票を起動させてもらいますね。はい、えー、皆さんの画面に、えー、投票画面が出てきたと思います。 使ったことがある、えー、サービス、クリックしてみてください。まあ、どれも、ね、使ったことがないというのもあるかもしれないんですけれども、まあ、日本人でしたら、ほとんどの方が存在は知っているという、まあ、サービスだと思いますので、ちょっとね、えー、アンケートを取りたいと思います。お続々と今、結果が、ねあのー、私の画面には表示されていて、あもうかなりほとんどの方が答えてくれてますね。ありがとうございます。 ではもうほとんどあとまあ少し数名だけかな。ま、えー、もなくですねあの投票を終了したいと思いますので、えー、投票したい方、緒に言いてくださいね。はいではちょっと、えー、あと10名ぐらいはまだ未回答ですけど一旦ここで投票は終了しますね。はいいありがとうございますでは、えー、皆さんにも私が今見ている結果ちょっと共有したいと思います。はい 皆さんの画面でも、えー、ご覧いただけていると思いますが、やっぱりさすがあのアマゾン強いですね。<laughs> はい、でも、PayPay ペイペイも6割、PayPay、まあ、ペイペイっていうのはキャッシュレスサービスですね。で、UberEats も結構17%、c r a クラシルっていうのはあのレシピ動画のサイトなんですが、この25%、すごいですね。まあ、TikTok はやっぱり17%、それもすごいですね。 TikTok は、ね、若者のサービスなのでちょっとあの、えーと、私たち世代はまだ使っていないという方 <laughs> いらっしゃるんですね、はい。ありがとうございます。じゃちょっと,、えー、とこのアンケート結果を、えー、終了しますね。はい、ご協力、皆さんありがとうございました。えー、とちなみに Amazon、ね、ほとんどの方がまあ使われていますが、ご存知ですか日本でが えーまあ、日本でサービスを開始したのって2000年なんです。で今回ちょっとね私あの初めて自分自身がいつアマゾンを使ったかってちょっと履歴で調べてみたんです。<laughs> 結構ねすごいですね20年前の履歴がちゃんとね残っているわけですが、えー、2002年の2002年の1月4日に私自身は初めてアマゾンを利用していました。 えー、前年の2001年の11月に、えー、出産したのできっと、えー、本当にこう外出がねままならなくなってこう恐る恐るこうクリックして本を購入したんだと思います。まあ、初めて買ったのは漫画だったみたいですけれどこのアマゾンの登場の影響で、まあ、当時そうですね20年前ぐらいにあった近所の書店皆さんもそう だと思うんですけど、ほとんどなくなってませんか？軒並み廃業してます。この20年でもう本当に大きな駅のターミナルビルの中にしか書店って存在しなくなってますよね。で、今は本だけじゃなくって、もうあらゆるものを amazon。他こういう ec サイトでまあ購入するっていうのが当たり前になってきてますし、映画や音楽も楽しむツールになってます。 サービスになってますそして、まあ、今の生活考えてみると食事を作る時は、まあ、クラシルのようなこの動画の,このレシピ動画ですよ、ね、を見て作ったり作る時間ない時はウーバーイーツみたいなスマホアプリでオーダーそして実際のリアル店舗、まあ、コンビニとかに行ってもお金現金を払うことなくスマホ決済でピッで終了。 で空き時間があったら SNS とかこういった TikTok とかそういう動画アプリで楽しむ数年前と比べたら私たちのこの生活っていうのはこのテクノロジーの進歩によって大きく変わってますよねでもここで注目いただきたいのは先ほど言ったように Amazon って20年前からあるんですよねでも皆さんが先ほど暮らしる、えー、まあ25%の人が使ってました ウーバーイーツも17%。まあ、ペイペイに至っては6割でしたよね。ウーバーイーツが日本でサービスを開始したのは2016年なんです。そしてクラシルも2016年。TikTok も2016年に中国で誕生して、2017年に国際版ができたので、私たちは利用するようになりました。ペイペイに至っては2018年。2年前なんですよね。 要は以前と比べてこの私たちの価値観や行動で社会の仕組み自体までを変えてしまうようなことがこう一気にねどん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 本当にテクノロジーの進歩によって変わっていっているこれが先ほどご紹介したブーカの V を表す変動性でありテクノロジーの進歩だけではなくって気候変動とか えまあそれによる災害そして今回のコロナ禍などもこの変動性に含まれます、まあ、変化のスピードが速すぎる時代では昨日までの常識が今日の非常識ってなるようなこと少なくありません今一番分かりやすいのは今この紹介している写真ですがマスクこれは今年の6月に 南海ブラウッド株式会社という収納建材メーカーのショールームを JAL として監修したときのその作業後の集合写真です。もう以前でしたら風邪をひいてるとか花粉症でもないのにマスクを全員がしたまま写真を撮るってもある意味非常識ですよね。でも今やマスクをしてない方が非常識です。まあ、正直ねこの,あの 誰誰が誰か分かりませんし私こう左から、えー、と3番目ですけどす、えー、すごい笑顔ででってるんんけど全然分かりませんよねこの常識非常識というだけではなくって今はそもそもこれが正解とかこうすれば絶対うまくいくっていうような確実な答えなんて存在しない、まあ、曖昧な世の中になってきてると言えるんです。 本当に昔のように、いい大学に進学して、えー、一流企業に就職して、結婚して子供が生まれたら、住宅ローンを組んで、郊外に家を買う。そして子供が大きくなって、えーまあ、そろそろ定年退職になったら、えー、退職金を、えーまあ、たローン返済して、あとはもう本当に夫婦悠々自適で旅行三昧みたいな。もうそんなでも生活をしたいと思っても、この 年功序列とか終身雇用といわれる日本型の働き方すでに崩壊していますしもう現実的にすごい難しいですよね厳しいですまたこのカンファレンスもそうですがグローバル化が進んで、えー、例えば今回もそうですが扱う言語が増えたり交流する国が増えることで時差の調整だけでも非常に複雑なんです 今回このカンファレンスの、えー、リハーサルもうタイムスケジュール組むのすごい大変でした「ブーカ」という言葉に馴染みがなくっても私たちがこの暮らしているこの現代っていうのはすごくもう変わりやすくって不確実で複雑で曖昧な時代ということを、まあ、なんとなくね感じていただいたんじゃないかと思いますではこのブーカ時代に 私たちはどう生きていけばいいのかライフオーガナイザーとしてどう仕事をしていけばいいのかどうあるべきなんでしょうか ?JAL として大切,にキーワー、えー、大切にしたいキーワードがこちら。そう、今回の、えー、テーマの進化です。変わりやすく不確実で、複雑で曖昧な時代に必要なのは変化、ちょっとした変化。 変わるっていうものではなくて進化ですこの私たち人類は自分たちをこう取り巻く環境がまあ大きく変わるたびにこの進化を続けた結果まあ今に至っているわけです進化しない種は絶滅して今この世には残っていませんではどうやってなぜ進化できたんでしょうか猿と人類を大きく分けた要因っていうのは2つあるそうです 1>, 1つはこの大きな、えー、環境の変化っていうことそして2つ目が2本足で歩くという行為歩くという行為であると言われてます、まあ、火山の噴火とか土地の流気によってこう山脈ができてアフリカ大陸が、ね、この分断されるという地殻変動があって食べ物とか、えー、食べ物がすごい豊富で外敵が少ないこう楽園であった森 っていうのがなくなる。そういう大きな環境の変化によってえー、まあ、それがきっかけだそうです。諸説ありますけれども、そもそもこの木の上でね。快適に暮らしていた。その森がなくなって、まあ、そこから移動しないとまあ、生きていけないので、まあ、仕方なくまあ、移動しようと。で、その移動時に直立姿勢。 でえ直立二足歩行の方がまあ便利だったわけですね。まっすぐに立って二本の足で歩き始めたのがそこがきっかけだったそうです。でそれまでのこの前足っていうのはまあ歩くためのものでしたけれども、枝にぶら下がるとか歩くものではなくって手として物を持ったりとか操ったりする方がまあ便利だっていうところでまあつ通海始めた。 というわけですでそれが進化につながってるんですよね。で体をまっすぐに立てることによってこの言葉を話すことができる喉の,の,の,の構造に変化していろいろあって結果的に最終的に人間はこの大きな脳を持つようになったそうです。今のお話聞くとですねこれ進化をしようとしてすごい頑張って頑張った結果ではなくって 状況とか環境が劇的に変化してしまったので仕方なく対応していった結果論に聞こえませんかこれは私流の解釈ですが進化って頑張って頑張って努力の結果できるようになったっていうものではなくって、えー、なんでこんなふうになってしまってもう今まで通りでよかったのにこんなコロナがみたいな。 こういう周りの変化ででも仕方なくじゃあ違うやり方をやってみようかっていうふうにちょっと目の前のできること自分にできることその小さな小,小さな小さな行動から生まれるものなんじゃないでしょうかちょっともうこれはもう超余談な話ですけれども、まあ、私が小さい頃をね見ていったアニメに まあ日本人しかわからないと思いますが、はじめ人間ギャートルズというねえ番組があります <laughs>。好きだったんですけど、このえ番組の時代設定はですねマンモスが出てくるので、どうも旧石器時代なんで、この主人公のゴンという少年はクロマニョン人だったみたいです。なので、この矢印のところぐらいですね、だいぶあの進化しています。 でその横にいるのが「ドテチン」という,こうエンジンですよね「まあ、猿の人」って書いて「エンジンこのゴンとじゃあドテチンを分けたのって何なんでしょうねまあ私なりの答えですがこのドンとゴンとドテチンを分けた一番こうシンプルなところっていうのはその考え方とか行動を当たり前と思えることそしてそれって自分でもできるかと。 できるかもと考えること、まあ、そういうふうに思えること、ちょっとやってみようかなと思えること、それが全てかなと思います。まあ、どういうことか。まあ、当たり前っていう言葉、あーのーちょっと日本語で、ね、書くと,、えーっとあ、日本語の当たり前っていうのは結構ありがとうの反対語としても使われるというか、紹介されることがあるんですね。でまあ、理由としては、 ありがとうっていうのを漢字で書くと「ありがたい」って書くので「ありがたい」の反対語が「当たり前」なのでなんかこう「当たり前」っていうのを「当たり前」と思いすぎずにちゃんとこう感謝しようみたいな感じで「まあ、当たり前を」っていう言葉をね軽んじるようなね、えー、こう風潮がなくもないんですけれどもだってあの「ありがとう」の反対語ですからね。<laughs> でも私は「当たり前」っていう言葉大好きな言葉です。 ちょょっと先ほどののの人類の進化の話に戻りましょう最初にねこの直立姿勢直立二足歩行になった人っていうのはまあすごい人だと思うんです最初の一人はまあ人というかアウストラローピテクスやと思うんですけれどもでも実際はですねあそんなすごいあのすごいすごいアウストラローピテクスばかりじゃなくって絶対ねそのなんかあの イケてるアウストラロピテクスが二本足でいきなり立ってるぞ今まで4本足だったのになんかイけてるみたいな感じでこう真似してとりあえずに4本から2本に変えたっていうようなあのその他大勢のアウストラロピテクスいっぱいだと思うんです特に最初はえー、4本足の方が安定するし絶対二本足とかブームちゃうん今はちょっとスルーしとこうか みたいなアウストラロピテクスも絶対いたんですよ。でも周りのみんなが今まで4本足だったのに日本でね生活しだしてもうみんながねそれをやるとなんかあれみんなやってるからえみんなが当たり前のようにやってるから、まあ、ちょっと自分もやっとこうか。でいつの間にかまあすごいこうね人類の進化と言われているような二足足歩行すら まあ周りがやってるしっていうことでいつの間にかやってるっていう風になったん違うんかなと思ったりしてますまあ、これも個人的な意見ですけれども絶対ですね当時もいたんですよそういう2本足で歩き始めたアウストラルピテクスを見てなんか2本足とかでいきなり歩いとるめっちゃ目立ちたがりやなみたいにディスるアウストラルピテクスぜ <laughs> まあきっとそのアウストラルピ ティクスたちは絶滅の方に行ったのかなというふうに思うんですけれども、まあ知りませんけどね。はい。どのコミュニティに属しているかっていうのが結構運命を分けたのかなっていうふうに思ってます。これは私自身も体験してきたことですけど、やはりその企業とか出版とかも同じです。周りにそういう人がいないときは、もうただ本を出している、ただ会社を作ってるっていうだけで、もうすごい。 自分とは違う別世界の人みたいに思ってしまうんだけどそのコミュニティに入ったり周りにそういう人たちが増えてくると決して特別なことはないなんか自分にもできそうあやってるあもうすでにやってた意外とそういうもんなんですよねで大事なのはこういう感覚なんですみんながやってるしっていうのって結構日本人的な感覚としては、まあ、どちらかというとネガティブな 感じで扱われるんですけれども、こと進化するという観点で考えると、良質なこのコミュニティに属している限り、一番なんかいつの間にか進化する楽ちんな方法なんじゃないかなっていうふうに思います。ジャロはライフォガナイザーたちにとって無理なく進化できる良質なコミュニティでありたいと考えています。でもただ一つだけつ、えー、付け加えたいことがあります。 ちょっとね。違う感じの進化のイラストをご紹介しますが、もう今はですね。この過去の人類の進化の代償を払うタイミングなんです。地球規模で持続可能な社会を意識して、私たちの仕事も暮らしも変えていく必要があるタイミングなんです。ちょっとまたまたね。横文字ですけれども、盛んに言われているこの sdgs というやつです。 私たちライフオガナイザーがこれから仕事をしていくにあたってこの SDGs の観点っていうのは切っても切り離せないものです SDGs っていうのは持続可能な開発目標というふうに訳されるのでなんだか難しく感じてしまいがちですが、まあ、要はですねこの自分たちの子ども世代に、まあ、子ども世代でも笑顔で暮らせる世の中を今から作っていきましょう できることから実行していきましょうっていうスローガンです。すでにジャロに属するライフオガナイザーの中には、この SDGs を意識して活動している人がどんどん増えてきています。このカンファレンスでは、そんなライフオガナイザーたちの事例発表やセミナーも各種ご用意しています。 私たちね、このライフカナイザーの仕事は本当に SDGs の視点というのは大事ですし、進化のためには学び続けることもとても大事です。えー、JAL 自体も、この進化し続ける、でも緩やかなつながりのもと、心地よくいられる持続可能なコミュニティでありたいと考えます。このカンファレンスが少しでもね、皆さんの進化につながることができれば嬉しいです。あそうそう、これも進化したんですよ。えー、紹介しないと。 えー、2015年に、えー、非公式で突如誕生したつな、えー、がりを生むための、えー、ジャロカンファレンススタンプラリーですけれどもその後こう進化を続けてですねなんとこのオンラインカンファレンス仕様のオンラインスタンプラリーに進化しました <laughs>、えー、日本人はですね奥ゆかしいので初対面の人にこう気軽に話しかけられない人多いんです まあ、そんな人のためにスタンプを押してもらうというコミュニケーションを取る方法として、えーまあ、日本人らしいツールとして、えー、生まれたものです。えー、このですね制作者は広島県在住のお二人西中国チャプター代表の井出本アッキーと、えー、このスタンプのもともとの制作者、えー、考案者である植木喜恵ちゃんです。 もう本当にね先ほどお話した文化時代,時代ならではの仕事も遊びも全力で楽しむライフオーガナイザースピリッツが満載なスタンプラリーです。えー、日本語版のみとなるんですけれどもぜひこれも、えー、合わせてお楽しみいただければと思います。